平成28年3月15日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で火振り神事が行われ、氏子や観光客たちが神社参道で松明を振り回して神様の結婚を祝いました。どうも皆様、こんばんは。まず佐藤阿蘇市長が挨拶、続いて大阿蘇御神火太鼓保存会のメンバーが御神火太鼓を披露して火振り神事が始まりました。午後7時前、阿蘇神社からおよそ12キロ離れた阿蘇市赤水の吉松宮から沖崎をお連れした一行が神社に到着すると、参道で待っていた氏子たちが茅を束ねた松明に火をつけて頭の上で振り回しました。この火振り神事は農業の神様で、利根神社にお祭りする国辰の神が沖崎を迎える神事で、阿蘇の農耕祭事の一つとして国の重要無形民俗文化財の指定を受けており、農業の神様とあって五穀豊穣も合わせて祈願されます。今年は1700束の松明が用意され、観光客たちも火振り神事に参加して松明を頭の上で振り回すと、参道には火の輪が幾重にもでき、神様の結婚を祝福。また写真愛好からも大勢訪れて、オレンジ色の火の輪をカメラに収めていました。